皆さん、こんにちは。パリ五輪に出場したサッカー女子日本代表が5日、羽田空港に帰国しました。3日の準々決勝は米国に0対1で敗れた一方で、1次リーグ2戦目のブラジル戦で、決勝弾を決めた MF 谷川桃子がベンチ外になりました。この日はマスク姿で帰国し、発熱を伴う体調不良が原因だったことが明かされました。日本サッカー協会JFA の関係者は、選手村の内部でもコロナウイルスなどの感染症が流行ってますという注意喚起があった。基本的にチームに体調不良者が出たのは選手村に入ってからで、ブラジル戦の後何人か苦しんでいるのもいたと説明しました。選手たちはパリ開催のブラジル戦に合わせて選手村に入っており、そこで感染してしまった可能性が高いです。初戦3戦目はナントで行われたため、拠点のホテルに宿泊し、米国戦はパリ開催のため再び選手村に入る予定でしたが、定員オーバーで入村できない事態に見舞われました。 JFA の佐々木則夫女子委員長は、米国戦の前も選手村に入る予定だったけど、選手村の選手数が圧迫してきている状態でホテルになった。同関係者も、米国戦前に大会組織委員会とIOC 国際オリンピック委員会から、サッカー競技は選手村じゃなくて外のホテルに行ってねと言われた。選手村に入る予定だった選手とスタッフのホテル代は大会側が負担したと舞台裏を明かしました。なでしこたちは数々のトラブルを乗り越え、大舞台で奮闘を見せました。10日目を終えて全日程を折り返しているパリ五輪、不評を買っている選手村は課題を抱えたままのようです。各国が独自に用意しない限り、エアコンのない選手村の暑さと騒音だけでなく、まずいと悪評が噴出する食事メニュー、これらの劣悪すぎる環境によって選手村から脱走する選手などもいるようですが、あからさまに開催国であるフランスの選手側にだけ贔屓があったことも判明しており、世界中では多くの議論が巻き起こっているようです。今回はパリ五輪においての選手村の実態について詳しくご紹介していきます。現在開催されているパリ五輪は、これまでに最も環境に配慮した大会とされています。組織委員会も、史上最も環境に優しい大会を成功させるべく、セーヌ川沿いに建設された今大会の選手村には82棟約7200室が配備され、映画館なども完備されており、アスリートや各国スタッフにとって憩いの場となるはずでした。大会前の6月に食堂で行われたプレオープンでは、組織委員会のトニー・エスタンゲ会長が、ベジタリアンメニューを増やすことで、これまでの五輪と比べて平均 CO2 排出量を半減させたいと強調し、各国選手団を失望させないことを約束。調理担当企業と協力するアドバイザーとして、ミシュランの星を獲得したシェフを数人雇用したことを語っていました。しかし、開幕から1週間が過ぎる頃には、利用者からは不満の声が噴出することになります。運営側が環境の観点を重視した食事は肉料理が不足し、選手たちからは最悪と酷評も声も上がりました。毎日提供される50種類の料理のうち、半分は 100% のベジタリアンメニュー。これに満足している選手がいる一方で、特に卵料理や肉のグリル料理が足りないという声が大きく響き渡ったことで、担当企業は料理の量を増やす対応に迫られました。ドイツのホッケー男子代表であるクリストファー・リュール選手は、自国大衆紙の取材に、控えめに言っても食事のレベルは最悪だ。ピーク時には長い時間行列に並ばなければいけない。やっと食事を手にした時には座席も少ないとも答えています。先日したように、肉や卵が慢性的に不足しているからか、豪州代表のヘビー級ボクサーがラムチョップをオーダーすると、1人2本までと言われ、満足な食事が取れなかったとも言います。また十分に調理されていない精肉が提供されるというトラブルも発覚しました。タンパク質はアスリートにとって不可欠な栄養素で、体が資本のアスリートにとっては死活問題になりかねないのは明白のはずです。これらの騒動に、英国選手団は自国からシェフを招聘。選手たちはそのシェフが作った料理を弁当に詰めて選手村へ持ち帰って食べているというのです。3日に放送された大阪
ABC テレビの情報番組教えてニュースライブ正義の味方では、1992年バルセロナ五輪の女子柔道銀メダリストである溝口典子氏が出演し、パリ五輪の選手村の食事の事情について、パリだけでなく東京五輪以外ほとんど肉がないと説明。溝口典子氏はバルセロナでは52キロ級で出場しており、体重調整のため現役時代はあまり食べられなかったそうですが、選手村の食堂に行くと肉がないんです。選手ならわかりますが、悔しいのは体格のいいコーチがバンバン食べていることとも明かしました。その一方で、3年前の東京五輪の食事については、おもてなし精神でものすごく評判が良かったとも話していました。もちろんパリ五輪の選手村の問題はこれだけでなく、住環境も問題となっています。大会後に集合住宅に建て替えられる選手村の部屋には備え付けのエアコンなどはなく、代わりに床下冷却システムが設置されているのですが、この暑さが続く中では効果があるとも言えないようです。こちらは各国の選手団が自費でエアコンを導入するしかないようです。アイルランド紙ザ・ジャーナルではいち早く選手村のエアコン事情を報じており、アイルランドオリンピック委員会は総額約6万ユーロ約957万円の費用を負担して自国の選手たちにエアコンを設置した、各国が追加料金を支払うことで利用できる追加設備だ。エアコンを自費で用意した国は英国、ドイツ、イタリア、日本、カナダなど、これらの国は部屋にポータブルエアコンを設置したとしていましたが、もちろん全ての参加国がポータブルエアコンを設置したわけではありません。一部のチームは依然として苦戦を強いられているとして、ルーマニアはエアコンを設置しなかったため、卓球代表のベルナデッテ・スッチ選手が支給された扇風機では十分ではないため、私とチームメイトは夜通しバルコニーのドアを開け放っておかなければならなかったと訴えたのだといいます。男子競泳のイタリア代表であるトーマス・チェッコン選手はフランスの日刊紙ウエスト・フランスにて、部屋はエアコンがなくてとても暑いし食べ物もまずい、だから多くのアスリートが引っ越してるんだとフラストレーションを隠さずに訴えており、続けて、これはパフォーマンスに対する言い訳じゃない、選手たち以外に誰もが知らないあるいは目にできない事実なんだと語ります。チェッコン選手は7月29日の男子 100m 背泳ぎでこそチームで銅メダルを手にしたものの、2日後に実施された 200m 背泳ぎを突然欠場していますが、それに騒然とした地元メディアはその欠場理由に衝撃を受けることになります。チェッコン選手はイタリアのテレビ局RAIにて、これは言い訳ではないと強調したい、僕は 100m の時と同じく自信を持ってプールに入らなかったんだ、とにかく疲れがあったよと話すと、 200m は準決勝で諦めてしまった、少し疲れていると午後も夜中も騒音と暑さで眠れないんだと訴えました。その後、A 氏メトロは4日に五輪の選手村の環境に不満を漏らし、金メダリストが部屋の外の公園で寝たという驚きの実態を伝えます。公園で仮眠を取っていたのはチェッコン選手。同氏によると、チェッコン選手は普段は昼寝をしているのだが、ここでは暑さと騒音にも困っていると文句たらたらだったといいます。チェッコン選手はたまらず部屋を飛び出して公園内で昼寝していましたが、それをたまたまサウジアラビアのボート代表選手が見かけて撮影し、インスタグラムのストーリーにアップしています。この動画によると、チェッコン選手はベンチ横の芝生にバスタオルを敷き、等速にカバン、足元に靴を揃えて横向きに眠っていました。それほど快適そうには見えないものの、選手村で寝るよりはマシということなのでしょう。またインドでは選手たちが部屋に届いたポータブルエアコンに大喜びする様子が SNS にアップされて注目を集めることにもなりました。インドのビプルカシャップ記者は X に、パリ五輪選手村にいる我々インドの選手がついにエアコンを手に入れました、大会当局がエアコンを提供してくれなかったので選手は現地の蒸し暑さの中
厳しい状況に直面していたんです。そこでインドの青年スポーツ省が自費で40台のエアコンを選手村内に設置しましたと自前で調達した優れものを紹介。これには海外ユーザーから、これはすごい計らいだ、素晴らしい仕事といったインド側の動きへの称賛の声が上がった一方で、フランスはアスリートにとっての基本的なニーズの提供さえできなかったのか、運営側は恥を知れ、先進国なのにフランスは選手村にエアコンを設置していないの、大会側の手配にはがっかりなど、運営側への批判の声も膨らむことになりました。そしてさらに大きな議論を巻き起こしているのはエコダの環境問題だのと、言い出しっぺであるフランスのチームは冷房完備の部屋で過ごしていたことがイギリス紙によって暴露されてしまったことです。自費での導入や導入すらできていない国の選手や国民からしたら、これはあからさまにひどい待遇でしょう。その他にも段ボール製のベッドを含む多くの設備が後にリサイクルまたは再利用できるようにするなど、持続可能性を高めようと熱心に取り組んでいるようですが、そんな中で米国の女子選手が SNS で選手村の自室を紹介した動画の内容にも注目が集まりました。こちらは陸上女子7種競技に出場する米国のチャリ・ホーキンズ選手。これが窓、カーテンがないのよとシャワーの際の着替えの苦労を訴えます。彼女はそこでパリ五輪グッズの巨大バスタオルを取り出して、目隠しのために粘着テープを貼った窓枠の上にタオルを貼り付けます。しかし粘着力が足りないため、タオルが落ちてくる前に着替えなければならないと言います。シャワーを浴びるときは人間のできる最も速い速度で着替えるのという言葉で動画は結ばれていました。このような環境保護の取り組みを評価している選手もいる中で、環境保護団体からはCO2 排出量が削減されるという組織委員会の主張を強く批判しているとも報じられています。また窓を開放しないと眠れないような環境や、カーテンすらないような窓など防犯面も問題となっており、施設内で複数の窃盗事件も報告されています。フランスメディアバリューズアクチュエルでは、スロバキアの自転車チームがサイクリング用品を盗まれたと報じていますが、選手村での窃盗事件は報じられているだけでも今大会3度目の出来事です。7月29日にはラグビー7人制男子の日本代表選手が寝室に置いてあった現金3000ユーロ約50万円に大事な結婚指輪やネックレスなどを盗まれる被害が発覚しており、さらにオーストラリアのフィールドホッケーチームのコーチがクレジットカードを盗まれて不正利用された被害も明らかになっています。そして起きた3度の事件、7月29日の9時から17時の間に無施錠のロッカーに保管されていたタイヤ10本、スペアパーツ、ディレイラーが数個盗まれたといいます。被害総額は2300ユーロ、約37万円に上ると見られており、スロバキア自転車チームは所轄の警察署に被害届を提出しています。またパリオリンピックサッカー女子日本代表なでしこジャパンが8月3日にパリで行われる米国との準々決勝に向けて選手村に入らないことが明らかになりました。チームは7月31日にナントでの1次リーグ第3戦を終えて8月1日にパリへ移動予定だが、大会組織委員会よりパリでの試合時にサッカーチームは村外のホテルを拠点とするという案内があったといいます。今大会の選手村の評判は芳しくなく、盗難被害などが相次いでおり、特に食事面で不満がささやかれています。なでしこは1次リーグ第2戦ブラジル戦がパリ開催だったため選手村に入ったが、過去に五輪出場経験のある選手が正直入りたくなかったとこぼしたほどだったそうです。セキュリティ上で制限が多く、食事面でもストレスがかかったと明かしました。中2日の連戦を戦っているアスリートにとって栄養摂取は死活問題で、パフォーマンスに直結します。今回なでしこには長く男子の A 代表を担当した西義輝シェフが帯同しているそうで、ナントなどでは西シェフのメニューが提供されていて好評だったといいます。
別の選手は選手村の感想を問われて、西さんのご飯が恋しくなったと話していました。これまでご紹介してきたように、あまりにも芳しくない環境に嫌気がさしている選手は少なくないようです。またこういったトラブルを避けるためか、米国男子バスケットボール代表チームは$1,500万、約23億2,500万円もの大金を投じてパリ市内の高級ホテルを貸し切っており、男子テニスのノバク・ジョコビッチ選手は東京五輪で選手村に入った際に有名人扱いされてリラックスできなかったことを教訓に、今回は入村しなかったようです。こういった対策も NBA のドリームチームやテニス世界ランク2位のトッププロだからこそなせる子を、国や競技によって支援体制は様々で大きな格差が生じていることも問題になっています。日本は過去の五輪でもサポートハウスを設置し、日本食の提供やジャグジー風呂など選手の心身を支える施設を作ってきました。今回もオリパラ合わせて約13億円の運営費を投じているのは、日本のアスリートが恵まれていることを物語っています。しかし今回相次ぐ誤審や劣悪な住環境を提供しているパリ五輪に対しては、 SNS などでも多くの批判的な声が多く、コンディション管理の部分で嫌がらせをしているようにしか見えない。環境問題は大切だけど、選手は環境対策を学ぶためにパリに行くわけじゃない、エコではなくただの経費といった声が上がっているようです。いかがでしたか。今回はパリ五輪の選手村の実態についてご紹介してきました。誤審、飢餓、水質汚染、劣悪な住環境、審判の判定も含めて不公平感が拭えず、何もかもが不公平なオリンピックなどといった声も聞かれる中、今後の選手村についての対応が変わることはあるのでしょうか。国を背負って戦う選手たちの苦難はまだ続くのかもしれません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。